マクシム・グレークと転写されることもある。現代ギリシャ語からはマクシモスをグレコスと転写できる。ギリシャ語ではマクシモスをアギオリティスとも表記される。グレクもしくはグレークとはギリシャ人を意味する。同様のグレークの称号を持つ著名な正教会の聖人としてフェオファン・グレクがいる。その呼び名の通りマクシム・グレクはギリシャ人であり。 アトスさんの修道士であったが、ロシアから招聘され、聖書、祈祷書、聖人伝統の翻訳に従事し、イタリ製三社論や、生信女論の分野をはじめとして異端に対する、論爆に活躍、イタリ製三社聖セルギー大修道院で英民した。新たに1475年頃に生まれる。俗名は、ミハイル・トリボリス。若い頃には広く西欧を旅行し、パリ、 フィレンツェ、ベネチアで学ぶ。帰国後は、アトスさんのバトペディ修道院に入り、修道士となる。当時、ロシアで異端が数多く出現して、思想的混乱が起きていることを有料した、モスクワ大公バシーリー三世は、コンスタンディヌーポリー総主教及びアトスさんに対し、聖書、祈祷書をギリシャ語から教会スラブ語に正確に翻訳することができる、優れた。 ギリシャ人修道士の派遣を要請した。当初は修道院の長老サバスの派遣が要請されたが、修道院側は代わりにマクシモスを何人かの修道士と共に派遣することになった。将兵に応えてロシアに赴いたマクシムであったが、当初モスクワフ主教バルラームはマクシムの翻訳を高く評価していたものの公認のモスクワフ主教 ダニールとは何を翻訳するかをめぐって、見解の対立が起こり関係が悪化。太鼓バシーリー3世が、ソロモニアサブーロバと不妊を理由に離婚し再婚する、ことをマクシムが批判すると、太鼓と、不主教はマクシムを幽閉した。この際、獄中に天使が現れ、マクシムを励ますという奇跡があったと教会の伝承は、伝えている。 1525年の教会会議はマクシムを異端として断罪した。6年後に、牢獄から解放されたマクシムはトベイリエリへ移送され、その後20年間、教会の監視下に置かれた生活を送る。ただし統治を管轄していた主教、赤霧は、善良な人物であり、マクシムを潔白な受難者であると捉えて、マクシムを丁重に扱った。なお、後に、主教、 赤切りは、生成者として劣勢されている。イタリ生産者製セ,セルギー大修道院の生信女、終身大聖堂20年が過ぎると、ようやくマクシムは解放される。マクシムは裁判年を、セルギエフ・ポサードのイタリ生産者製セ,セルギー、大修道院で過ごした。この時すでに70歳を超えていた。監禁、監視下に置かれるという迫害と、その間も続けられた。 膨大な量の翻訳は、マクシムの健康を害するものであったが、マクシムの精神は、衰えることなく、最後まで、翻訳事業は続けられた。1556年1月21日、マクシムはイタリ生産者聖セ,セルギー大修道院で、永民した。普及体は、同大修道院内の生新女終身大聖堂に、装飾された聖紀に収められて安置されている。 聖マクシム・グレクには膨大な著作、翻訳がある。翻訳されたものとして、聖営業、使徒業、三家教といった、祈祷書、聖コンク・ヨアン、聖大和シリ、神学者グリゴリーなどの聖主父の著作、シメオン・メタフラストの聖人弁、聖営業、使徒業の仲介などが挙げられる。イタリ聖三者論、責味論をめぐる異端への反爆のほか、 生仮民女、マリアをめぐる異端の見解への論爆など、異端反爆の著作も数多く残されている。これらの著作は、16世紀のロシアがかなり思想的に混乱していたことを示しているとされる。ロシア正教会における、所有派と非所有派の論争においては、聖、ニルソルスキーと共に非所有派の側に立った。初期キリスト教時代と同様、 当時のロシアに流行していた異端側の書物は政党側に破棄されて残っていない。当時どのような異端が流行していたかを研究するに当たっては政党側の論爆をもとに推測するしか手段がない。そうした中でマクシム・グレクの著作は異端への論爆を豊富に含んでいるものであり、マクシム・グレクはロシアのキリスト教師において エーレナイオスに匹敵すると評されることがある。ありがとうございます。